メタイルルス族、メタイルルス族、ミターロレには、アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北、アメリカに、中心与から、高心与にかけて生息した、絶滅した大型の剣士虎の族。メタイルルス族で最も有名な族は、ディノフェリスとメタイルルスである。メタイルルス族の剣士は、うん族のものよりも長かったが、スミロドン族やホモテリウム族のものには及ばなかった。歯は、 平たいというよりも円錐形であり、特に上顎の剣士がやや伸びていた。剣士虎全般がサーベルトゥースドキャットと呼ばれるのに、対して、メタイルルス族はシミタートゥースドキャットとも呼ばれる。他の絶滅した大半の猫化動物と同様に、メタイルルス族の種の大多数の化石は断片的であるが、メタイルルス族の系統的位置と分類は、プロアイルルスやプセウダイルルスから派生した。 猫化動物として受け入れられている。メタイルルス属は過去にア赤との関連も提唱されていたが、猫化動物の中では長らくマカイロドゥス赤に属すると考えられてきた。すべての系統解析で後者の分類が支持されているが、メタイルルス属は単系統群でない可能性がある。ディノフェリスメタイルスメタイルルス属の系統関係を以下に示す。ありがとうございます。